はい、社会保険年金関係の、届出をですね、まあ、2つの届出をですね、同時にあるいは近い時期に、提出された場合に、まあ、片方の届出の内容だけを反映した通知書がですね、年金額の通知書が届いてしまうといったんですね。そういったことで驚かれるケースがね、よくあります。で、これはよくあることなので、代表的な事例とか注意事項などについてはですね、まあ、私どものホームページとかこういった動画で何度も解説をしております。で、まあ、年金復活プランを採用されるあるいは採用されない場合でもね、年金受給額にはこれは社会保険年金に関する届出、いろんな届出がね、影響を及ぼすことがありますからね、ご注意いただきたいと思います。まあ、よくお問い合わせいただくケースとしては、例えば算定基礎届と商用支払い届を同時期に出した場合とかね、あるいは月額変更届と商用支払い届を同時期に出した場合とか、あるいはそうですね、他の年金を受給していた方が65歳以降、老齢基礎年金、老齢厚生年金を受ける場合、まあ、障害厚生年金3級を受けていらっしゃる方が65歳以降老齢年金を受ける場合とかね、まあ、そういったケースですね。新たな年金の請求手続きと、それから年金の選択外手続きを同時に行った場合、この場合もご相談いただくことが多いですね。ご注意いただきたいと思います。